特集です。沖縄戦で旧日本軍の指揮官と兵士の遺族たちが交わした手紙が本にまとめられ、先月出版されました。執筆した遺骨収集ボランティアは、戦後の遺族の苦しみや悲しみが二度と繰り返されないよう願う思いを本に込めました。松本記者のリポートです。赤裸々に申し上げますなら、本当は後を追いたい心でいっぱいなのでございます。されど残されし三人の愛し子を思うとき、これは許されないことです。沖縄戦に出兵した夫が二度と帰らないことを知った妻の悲痛な思い、356通の手紙にはそれぞれの遺族の悲しみが綴られていました。20年以上沖縄戦の戦没者の遺骨収集を続けている浜田哲司さんと律子さんはこの日、自らが執筆した本をこれまで交流してきた遺族に届けようと準備していました。やっぱね、こうできましたよっていう感じが、なぜ8年もかかりましたからね。旧日本軍の大隊長が沖縄戦で亡くなった部下の遺族と交わした手紙をまとめた一冊、ずっとずっと帰りを待っていました。本の出版のきっかけは、本島南部の計量地で旧日本軍の歩兵第32連隊の認識票を発見したことをきっかけに、大隊を率いた伊藤浩一さんとの交流が始まったことでした。伊藤さんは終戦からおよそ1年が経つ頃、戦死した部下600人の遺族に沖縄から持ち帰った琉球石灰岩の破片を同封し、食材の意識をしたためた詫び状を送りました。この手紙に対し、遺族から356通の返信が届きました。国のことも軍のことも私のことも悪く書いてある手紙もあると、それも含めていいも悪いも全部世に出すならば君たちに託したいというお話だったんですよね。356通の手紙からは、最愛の夫、大切に育ててきた息子、優しかった兄弟の帰りを待ち続ける人たちの思いが伝わってきます。元気で出征したあの姿、今もはっきり目に浮かびます。本当に戦死したのでしょうか、夫はもう帰らないのでしょうか。公開するには手紙を出した遺族の許可を取らなければならないと、356通を何度も読み返し、伊藤さんが作成していた部隊の名簿を頼りに遺族探しが始まりました。探し始めたんですが、これがとんでもなく難航してですね、ましてやもう70数年前のその住所しかないのでわからないんですよ。時間をかけて調査し、現地にも出向いて遺族を探し、伊藤さんの思いを伝えて回りました。福様がやり取りされたお手紙です。手紙を見せて公開する許可をもらうとともに、手紙の原本を返還する取り組みが始まりました。今やってこう出てくるのって何かの縁っていうか、本当にありがたく。遺骨も遺品も戻らない中で届けられた手紙をきっかけに、遺族から語られた戦没者への思いが本には綴られています。私たちが見つけることができるのは、本当に厳しい言い方なんですけど、血が通っていない遺留品であり、またもう亡くなられてしまったご遺骨なんですよね。だけどその一人一人の方々には人生があり、家族があったわけですよね。激しい戦闘のシーンというよりも、残された人たちがどんな思いでね、戦後生きたんだということを感じ取ってほしいなと思いますね。一人でも多くの人に伝えたいという思いが、
書籍化という形で実現した一方、これまでに返還できたのは356通のうち80通余り。さらに沖縄の方だけを抽出したものは作っておられたんですよ。だから出したい気持ちは本当にあったんだろうなっては思いました。伊藤大隊長が率いた部隊には沖縄出身者がおよそ100人いたことが分かっています。ただ住所は先ほどのこちらと違って全然ないですよ、うん、こう、まあ、名前とで階級とから戦死したかどうかで場所がどこか、まあ、今遺骨が出ている国吉とかもありますけど、うん、で亡くなった日付と、うちの家は焼かれてですね、で役場もみんなないという状況で、その部下の遺族がどこにいるかということが正直分かんなくなってたというふうにおっしゃってですね、沖縄の遺族にお詫びすることができないことを痛恨の極みと伊藤さんは記しています。だから私たちは実はこの沖縄出身の方々の名簿をとっても大切に思ってて、お話もしたいしお伝えしたいこともあるし、 DNA 鑑定をねやらないかというふうに働きかけたいんですよね。するともしかしたら一致したら帰る可能性もあるんですよ。浜田夫妻はこれからも手紙の返還とともに沖縄での遺骨収集を続け、一つでも多くの遺品そして遺骨を遺族のもとに返したいと活動を続けます。この本の中では手紙の内容や亡くなった方のエピソードだけでなく、伊藤さんがまとめた沖縄戦の戦闘の記録も合わせて記されているそうで、沖縄のどこでどんな戦闘があったのかも記録されているということです。戦後79年が経ち、今の若い子どもたちは身近に戦争体験者がいなく、なかなか沖縄戦のことも十分事として捉えることが難しくなっているといいますが、こうした家族を思う遺族の手紙は若い人の心にも響き、平和について考えるきっかけになると思いました。そうした遺族の言葉や戦争の記録が本として出版される意義はとても大きいと感じます。